哎呦，这现在人才太多了，要培养谁啊？这肯定得上啊，这绝对得上了、啊。这个艾比，村民可能要拿去下岗了。村民可能要给他下岗了。然后，花月和这个。花月能力好强啊！光彩夺目什么效果？降低了闪避。花月和这个吉尔科巴没位置上了，只能换掉一个下来。王族肯定要上，我看他的专属职业是什么？他的专属职业是虚空，一定概率将敌人50%。加致伤害。哎，我操！这招打法师用的，这招是打法师用的，这招。对，遇强则强，打 boss 打法师用的，遇到强力法师的时候，这招就有用了。17级了，主要是这个职业牛逼啊！这个职业飞龙法师，就飞能飞的法师，能魔法，能法杖，关键是这个职业好用。对，书的适应性还是 S， 书的熟练度，魔法书的熟练度还是 S。还是飞行单位，就是怕弓箭，怕屠龙，缺点就是怕弓箭怕屠龙。零给谁呀、啊？这帮人该诶。またお待ちしています。ほう。看你玩什么难度啊，你玩简单难度你就早点转嘛。そこに投げてみるか。高难度没那么多转职证买啊。
高难度没那么多很转的阵。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？是没那么多钱，不是没那么多挣，没那么多钱买呀，太穷了。高难度高难度太穷了。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。怎么又是碎肉啊？続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？好像不行。等以后第二次吧。今だ。また来るといい。现在戒指已经太非常多了，哎，一开始就不该去抽戒指，后面戒指多了没地方用了，抽了戒指也哦，上一关有用，抽的戒指上一关确实用得上，抽的戒指也就上一关用一用了。忘记领，已经领，我每次都领，这次哪没领？但是，とにかく死ぬほど謝ります。でも死んだらいろいろまずいので、死ぬギリギリまで謝り続けます。だから帰ってください。お願いします。スタルークの異様な迫力に狼が後ずさりしてますね。我就不抽了。逃げていきました。よかった。这个变身的戒指都已经满员了，人手一个戒指了。スタルークも無事で何よりです。いえ、命の価値で已经人手变身戒指了。僕よりも神竜様の方が上ですので当然です。そんな言い方はダメです。命の価値に違いなんてありません。神竜様はお優しい方なんですね。ああ、それに比べて僕はいけない。善良なる神竜様と一緒にいたら僕の心がますますすさんでしまいます。すみません、さようなら。あ、スタルーク待ってください。足が速い。ジェイデ、他那个回血每可以回20%吗？他的回血是回多少血？是人
能毁掉他那个原副繁育的百分之二十吗？如果可以的话，那还挺有用的。如果能回那个原副繁育损失的百分之二十的话，どうしてジェーデが襲われたのですか？犯人たちの正体は分かっています。私が故郷で鉱山の用心棒をしていた時に返り討ちにした者たちです。その時の恨みを晴らそうとここまでやってきたのでしょう。那可以白白连锁完，那我去弄两个。鉄壁のジェーデと異名がつくくらいの功績は残していますので。その分恨みも深いのかと。那个防御打一些硬仗用的算。私の敵ではありません。ジェーデの力は分かっていますが、それでも心配です。いつでも私を頼ってくださいね。できることは何でもしますから。もったいないお言葉です、神龍様。おはよう、ディアモンド王子。君も早起きなんだね。これはアルフレッド王子。残念だが、私は早起きではない。ということは、ずっと起きていたのかい？ああ、少し片付けておかなければならないことがあってね。気づいたら、こんな時間になっていた。一体何をしていたんだい？国の有力者たちに送る書状を書いていた。このような状況では、何かと助力を請わねばならない。借りを作りすぎると後が怖いが、そうも言っていられない状況でもある。なるほど、その苦労僕も理解できるよ。お互いに第一王子だから、国は違えど悩みを共有できるのかもね。違いない。では僕はこのまま朝の見回りを続けるよ。よければ私も付き合おう。どうせ今からではろくに眠れはしない。他国の王子と交流した方が有意義な時間を過ごせると思うのでな。それはありがたいね。悔しいが、平時ではこのような機会はあまりない。じっくり話をして互いのことを知っていこうじゃないか。ではまず僕から質問だ。ディアマンド王子は体の中でどこの筋肉が一番好きなんだい？最初の質問がそれなのか。まった。外面を保つのは得意なはずなのだけれど、つい包み隠さず聞きたいことを聞いてしまった。素直さは称賛されるべきものだ。私も見習って素直に自分をさらけ出すとしよう。本当かい？そうしてくれると嬉しいよ、ディアマンド王子。兄上から鍛錬に誘っていただけるとは感激です。ああ、たまには兄弟で汗を流すのもいいものだろう。僕なんか兄上の足元にも及びませんから、本日は勉強をさせていただきます。誰にだって得意不得意はあるものだ。そうやって自分を卑下するのはお前の悪い癖だぞ。卑下ではなく事実です。ブロディア王子といえば兄上ですから。お前だってブロディア王子だろ。僕はブロディア王子のディアマンドじゃない方です。なんだその妙な言い回しは。さては私のいないところで触れ回っているな。とにかくその心の弱さ敵には見せるな。戦場では己より強い敵と戦わねばならぬ時がある。その時に弱い部分を見せてはならぬ。はい、心得ます。まずは己の長所を伸ばすこと。それが強い敵と渡り合う術の一つだ。スタルーク、お前は弓が得意だったな。周囲の人たちが言うだけです。得意というほどでは。さっき言ったばかりだろ。その自信のなさがお前の弱点なんだ。兄上にも弱点はあるのですか？あると思うか？思いません。兄上は完璧ですから。さあ鍛錬を始めるとしよう。全てはブロディア王国の未来のために。はい、やれるところまで頑張ります。僕だってブロディアを愛していますので。
今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。素晴らしい。かっこいいよ。聞いてるよ。素晴らしい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 。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。いいか。ありがとう。来てくださって嬉しい。前の愛を込めてきますね。これをこうしてこうやって、あ、まさかうまくいくなんて。おいしい。幸せ。
ありがとう。アイビー、私に何か用でしょうか？いいえ、神竜様。要件がなければあなたのそばにいたらダメなのかしら？そんなことはありませんが。そう。好像不行。なら気にしないで。気になりますよ。そんなに怒った顔でじっと見られては。あの、イルシオン王国は邪竜を信仰していますよね。だから私に対して抵抗がある気持ちは理解できるつもりです。あなたは私の気持ちなど何も理解できていないわ。ではアイビーが何を考えているのかせめて話してほしいです。そうすればお互いに歩み寄ることもできると思います。そうね、もう少し慣れたら話しましょう。でも今はまだ無理よ。だから去るわ。さよなら、私の神様。神様？华月，华月是直接转职了的。鍛錬開始か。医者の卵、ジャンヤ、よろしゅうに。何するん？手合わせできただけで、こういうやわ。いい汗が流せたよ。アルフレッド、マイル。フィレネ王城兵、ルイです。えいっ、せい、はっ、それ、うん、やっ、鍛錬が足りなかったか。フィレネ王国第一王子アルフレッド。絵になる組み合わせね。やっと、うん、えっ、うん、はっ、うん、はい、うん、力が及ばなかったわね。いい汗が流せたよ。
哎，其他的戒指还没拿回来，其他戒指要什么时候拿回来？还没拿回来，那我真得抽了。哎呦，我还抽不到老秦那个包。你这个干净拿去强化呀，干净拿去强化就有了。那主角只能用这个怒擒拿了吧。零的给谁？零的应该给那个攻击最高的人。我力量最高是谁？零的难道给路易吗？不行，路易二十一，这个十八。齐齐的给谁？エーデルガルト。
一二三四五六七八九十，因为戒指被没收了呀，戒指被没收了。あなたになら安心して任せられるわ。どこを触っているの？心地よかったわ。またお願いね。もうピカピカにしちゃって。びっくりするじゃない。気持ちよかったわ。ありがとう。なんだかドキドキします。綺麗な姿でおそばにいられて嬉しいです。眠いの。ちょっと恥ずかしい。チキ、あなたに撫でてもらうの大好き。哎，那我武器附魔还在吗？哦，武器附魔还在。那我现在这几个还可以，又可以去附魔了。受けたまわり。这个是什么？我操，二十必杀，但是，命中了，命中必杀，重量降低。我操，这个应该给最重的武器附这个魔。露琪亚是什么？露琪亚是回避型，回避型，但是攻击下降。龙女是，龙女这个附魔什么意思啊？没看懂。命中下降，回避下降，必杀闪避下降。攻击力才加一，哦，有个打龙的效果，哦，他这个是附魔以后有个屠龙的效果。他这个武器附魔以后有个龙的效果。有个龙的效果，弓已经克龙了呀，什么？风花雪月这个是非常平均的效果。看一下什么武器先附个魔。
哎，不对啊，这不是龙的效果，看不到，看不到什么效果，它只是个图标。闪避加20，换两点攻击力，这就是给重甲用的。倭刀感觉要配这个山顶文章，倭刀配这个山顶才有用。倭刀可以一直用下去吗？倭刀不用这么高的命中吧，倭刀本来就没多少攻击力了，再加三点攻击砍不动人了。倭刀感觉这个山顶不错。哎呀，要给倭刀吗？犹豫。还有这个必杀枪用下来很大的问题就是命中率太低了。必杀枪可以用这个，还加30点闪避。觉醒文章加30点闪避比较重要，加30点闪避。给主角用。给主角用这把倭刀，然后加30点闪避，然后一路拿倭刀砍。不是国家，你国家产出。对，就给主角拿这个了，还能加闪避。这把倭刀给主角。必杀剑怎么样？我现在又觉得必杀剑什么水平？必杀剑跟倭刀，我看一下，倭刀是6 20 9 6 90 27，那必杀剑呢？哎，必杀剑是什么改的？必杀剑是铁的改的吗？必杀剑更重，然后必杀更高，命中更低，确实各有千秋。我现在怎么觉得必杀剑更好啊？我真的觉得必杀剑更好。必杀剑重量10，必杀剑可以搞个附魔。我再看其他武器吧，现在斧子的问题比较严重。斧子，对，我搞个必杀斧得了，把那个加命中的搞到这个必杀斧上。
必杀虎的问题就是命中率和重量，然后哦，必杀虎可以用这个零的文章，零的给必杀虎就不错了，必杀堆到50，命中率有100多。对啊，把零的这个给必杀虎。把林的这个给必杀虎就不错了。重甲也没有什么好一点的常用的。真的是选择困难，铁大强的敌人先打不好，打 boss 不好用。对对，斧头就是，现在除了必杀虎还有什么好的斧头？就这把，啊这一开始这把斧头，开始这把斧头就。轻一点，威力高一点，但是命中也不行。哦，加移动，血少加移动，安娜的斧。对啊，长弓能不能进化成更好的弓哦？就给长弓吧，长弓确实很好用。长弓附魔个什么？这个减闪避加攻击，长弓附魔这个减闪避，哎呀，有点风险。长弓附魔哪个好？必杀还是攻击？还是全面？好，这四个哪个给长弓啊？我的选择困难症了。前面两个减啊，第一个要给斧子用，第一个肯定要给斧子用。第一个威力扣的太多了，第一个应该给斧子用。第二个要给剑用。第二个我感觉我要给我的倭刀，或者必杀剑。这个要么给倭刀，要么给必杀剑。那就这两个选一个了。这个捡回避有点危险，容易死。这个捡回避的感觉也只能给那个盾哥，只有盾哥敢用这种捡回避的。盾哥本来就不要回避，盾哥也不怕必杀。这个，那就这个三顶文章给那个长弓。还是这个山顶比较好，就二选一。第二个吧，还加命中，长弓命中率70，还是有点低了，给他用这个山顶文章。已经在头枪上了，正好把那个加工戒给头枪。受けたまわりましょう。然后头枪，哎，
然后这个给头枪，我的重甲哥，这个给重甲哥，完美吧，攻击力加二，然后回避，我本来就没回避，然后必杀闪避，敌人必杀也基本打不死我，没错，这个给了个重甲哥，这个给重甲哥，受けたまわりましょう。在攻击力的路上越走越远，这个、给重甲哥。一个给必杀符，哎，头斧也不错，哎，头斧，哎，必杀符有三十点必杀，就第一个给必杀符吧，那必杀符就非常牛逼了，必杀符。50的必杀，真正的狂战士武器。可惜我现在没什么斧头达人。必杀枪呢？要不然给必杀枪用，给必杀枪用，可能减重量也能用得上。给必杀斧还是必杀枪？我现在用枪的人多，那给必杀枪吧。我现在用枪的人多。受けたまわりましょう。然后还有一个给窝刀。窝刀还是必杀剑啊？啊，窝刀，这个这把给窝刀，这个就主角用窝刀，就是攻击力有点低了，就攻击力有点低了，要么用必杀剑，要么用窝刀，必杀剑太重了。对，攻击力太低不破防。但是重量减一，因为窝刀的必杀不如必杀剑高。哎，巧，要么必杀剑，要么窝刀。必杀剑就更重一点，但是威力更高一点，要重量，要么必杀剑，要么那个窝刀，二选一，必杀剑还是窝刀？要必杀剑，我现在去做一把必杀剑。哎呦，不怕武器吗？给窝刀，给他。受けたまわりましょう。またお待ちしてます。啊，必杀枪给谁啊？必杀枪不能再给路易了，必杀枪得换个人用。必杀枪给这个骑士用。感谢夏末主流营赠送的一个给大佬地茶。
基础攻击力高的、啊、这个给他用头枪了，那要么骑士要么天马骑士，天马那给骑士吧，给骑士吧。路易是不能再拿必杀枪了，路易拿必杀枪比较亏了。然后长弓也有啊，受けたまわり。强化一下武器。窝刀强化到加二。可以强化一下，哇，我的钢晶石，我得分解银晶石。アイビー王女、こんな夜更けに何をしているんだい？あ、一看、一看、快十二点了。那明天再继续再玩一下。イルシオン王国の者が夜中に一人でいたら不審よね。でも安心して、裏切って火をつけることなんてしないから。まあ、私の言葉なんて信用できないでしょうけど。そこまで疑っていないよ。今は君を信じる方に舵を取っている。等我把这些杂七杂八的事情干完再下。人を信じることを甘いというのなら、その評価で構わないさ。それで、他にもまだ何か用が？私を疑っていないというのなら、
早くこの場を立ち去るはずだと思うけど。それはできない。どうしてかしら。理由を聞かせなさい。だってアイビー王女迷子だろ。ソラネルは広い。ここは特に入り組んでいるからね。正解よ。ほらこっちだよ。僕が案内するからさ。ありがとう。我操，我感觉我应该做一把勇者剑，然后把勇者剑拿去附魔，附魔那个命中率加命中率的勇者武器好像就是命中率差。剑熟练度到多高了？真的应该去做一把勇者武器。附魔加威力加命中的，还有什么事情没做的？怕漏掉，感觉有什么事情没做，这屁事太多了。你们看一下商店有没有补货。有补货了，还好刚才没喝。必杀剑。没钱我卖点药还是可以凑得出来的。关键是有没有好武器。必杀功，必杀功要不要给他搞一把？现在还在用钢弓，必杀功来就可以取代钢弓了。必杀功就是替换钢弓的。法师，这个要买一本，这个护身体术要买一本。这个护身体术要买一本。买的哩。我刚才买的那个换谁身上了？因为我刚才买了个附身体术，仓库也没有。没结账。大圣鸟，多奶十点血。远程治疗，远程治疗射程才5。沉默，
大师这两个，哎呦，都情话好情话啊！大师证先买了。ありがとうございます。卖点垃圾。这个是买呀、啊，是买不是卖。ありがとうございます。转职证暂时先不买，大师证有几本买几本。大师证至少让我14个主力要转了吧。またいらしてね。就检查一遍他们的装备，主角。刷枪，狂焰，狂焰28，雷剑伤害更高点，雷剑还是给他拿的吧。雷剑伤害高了2点，我看其他人的装备不 OK， 这个也 OK。新年快乐，新年快乐。这个需要一把破甲剑，这把给他。这个 OK。魔法有，啊，他要拿法杖，魔法不能拿太多。OK， 就这样。沙漠图是不是要寻宝了？有个外传。哇，有遭遇战了，遭遇战是我要碰，我经过就要打还是怎么样？遭遇战敌人什么水平啊？打得过吗？我看一下什么水平了，我看一下这敌人是什么水平了，我看看。第一次遇到遭遇战，我看敌人什么配置就知道了。第一次遇到遭遇战，不对，我的戒指被缴了，我应该打不过。我的戒指被没收了，如果我戒指就是我之前戒指没被没收，我可能打得过。我现在戒指被没收了呀，那可能打不过。我现在手上就四个戒指了。我的枪兵冲锋的戒指也没了。18级，18级还好呀。
挖掘还好啊，这我操！等，不对，他们的装备好屌，赢的，对面好，他们都是赢的装备，那可能不好打，这十八级是没问题，但是赢的装备那就有点风险了，而且这个地形也不好卡，没地方卡。哎，我就占一片开阔地，拿银武器的要小心一下。我看他伤害多高，37，这37打得动我的路易了。我的路易防御才多少？我路易防御率才26。是不是我没转职他们就不转职，我转职他们就转职？主要是这张地图好难受啊！有转职的，有转职的，有个转职的。银弓，哎，都是银武器，都是银武器啊！我防不住啊，他45的弓。21的数，这太变态了吧！这个45攻21数，这怎么打？闪避46还有，闪避还有46，我操！这 boss 也是一起冲的吗？等我转之后再来打吧。我觉得这地形守不住，这妈一片开过去一马平川。一点地形都没有。等我转之后再来打这些东西。而且我的戒指都被没收了呀！我现在手上就剩四个戒指了，其他戒指都被没收了。如果之前戒指没被没收，可能还打得过。主要是我戒指被没收了。众神斗技场。地形也不好，这个位置一马平川，没有什么障碍物防守。ここは一体なんだか不思議な力を感じます。どうやらフェリアの闘技場を模して作られた場所のようですね。フェリア。等我把那个戒指拿回来就可以了。ルキナの世界の地名ですか？はい。東西に二人の王を有する軍事国家です。その国では数年に一度、国の実権をかけて闘技大会が開かれていました。私とお父様はその大会に敵同士として参加し、初めて剣を交えたのです。ルキナの剣の師匠はそのお父様なんですよね。さぞかし激しい戦いになったんでしょうね。私が正体を隠していたことが。那个遭遇战不会消失的吧？お父様は全然。不会消失的，我以后有能力了再打。強さを感じる。只要一直在地图上，以后再打。学びの多い素晴らしい戦いでした。だからこそここが選ばれたのかもしれません。試練の場として。試練の場？あなたも感じているでしょ？この場に満ちている不思議な力を。はい。まるであなたを少し遠くに感じるような。武器を取って私と戦ってください。試練を乗り越えれば、私たちは。我现在就一个，也不怕他突破上限了。我现在总共就一个。あなた方は猛将したる私の力をより引き出すことができる。わかりました。この戦いでいろいろと学ばせてもらいます。嬉しい返答ですね。けれどその程度の心構えでこの私に勝てると思っているのですか？全力で行かせてもらいます。ルキナ。ええ、その息です。
就算这么几个，这也是个一马平川的图。哦 ，BOSS 的路奇亚。我操，神器啊！米剑法尔西昂，话题啊！BOSS 会冲的吗 ？BOSS 会冲就很难了。中间躺着这么多具尸体，我只能上这么几个人，我得上谁啊？这个，看他，防御哦，魔抗这么高，法师是不行了。法师不行了，他魔抗这么高，得上物理。得上物理牛逼的，就算六个人，我这怎么打？就算六个人，我两个治疗总要吧？你只能这么上了呀？只能这么上了呀！然后把戒指给挪过来，把那个几个重要的戒指挪过来。小兵拿什么？头斧、波龙、灵斧。哇，已经开始拿银的了，银斧、托龙，敌人已经转职了，敌人已经转职了。敌人已经转职了，我操！有灰兵吗？这关敌人有灰兵吗？没有灰兵，我那个弓箭手下了。那敌人有没有灰兵？不上攻了，不上攻了，这关不上攻了。已经上一个，哎，我路易没上。哦，弓箭手去换路易。然后戒指换给路易。
指揮。頑張る。始めましょう。本気で来てください。